ニハオズ。はい、ということで最強メンバー決定戦第1回戦、なんでそんなつまんない、カジオ VS 修行をやっていきたいと思います。ちょっと試験なんですよ。リーグの覚醒者ライトリングファイスだな、が4枚入ってる。もしカジオだった時に多分僕とスリーブ GR のスリーブ被ってるのまずいと思って昨日急遽変えたんですよ。あ、そうそう。で、まんまと1回戦で当たってしまった。今回のルールは時間はいいや、まあ終わるまで、終わるまで。で、一本選手です、今回。一本選手、今回一本選手です。今回も一本選手なので、先に勝った方が勝ちです。そらそう。それでは、1回戦、出まーす、スタート。お願いします。お願いします。最初はゲッ、じゃんけん、ぽい。はい、こっしょ。はい、こっしょ。早速、下ネタ言ってくる。ちょっと、ほんまかよ。パンプレーで、さあ、ちょっと、どうなってきまして、はい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 、シャカパチが鳴り合わない、これは、ガチだな、ガチですね、もう、カスローはなんだろう、ペロッ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 打ちで見てからはずれ話しますもん。はい、あまりずれな、はい、お互い水今のところ単色しか見ないね。いや、どう見ても青嵐あれは。あれって、はい、一応キッチンつけて、はい、さあ、スパッてまだ見えてないかな。いや、これパスの下の下段かな。スパッて下の下、はい、なるほど、下かな。ギリギリになってる。ブロッカー持ってたっけ。ブロッカー持っててブロックされないのかな。あー、誰とかが、そうそうそう、あのでかい壁を越えていけるのか。誰ビートダウンだから、こういうちょっとビートダウンされる、そう、きつそうだな。方法はいろいろある。まあ、いいや、シューティングの次はしようか。あ、新しいやつですね。シューティングの6、デラシューのね。はい、終わりです。アストラルジーの上に乗っかるっていうの、考えてもらったら、キャッキャッキャッ、ダメだ、ちょっと喋らんもんじゃん。俺今日喋ってやめようかな。はい、またしまーす。で、やらしいのは出てきます。キャッキャッキャッ、どうぞ。どうにかして飛ばすか。あ、9000あるんですよ。でかいね、9000は。待って、いいだろ。どういうことだよ。正直あるからいいよ。一応水単焦でもいいだろ、完成的に。そう、なので、はい、やいくぞ。1回攻撃で SA でしょ。はい、このターン出た方に SA。 はい、2回攻撃。はい、どうなったり、 SA の2回攻撃の方だった。ここで。新世界払えるでしょ。何とか使えるけど、うまくいけば次、起動を行けるかな。ゼルザーでは次は効果で1枚取れるゼルザーしっかり払える。ファイヤーがあったら2回攻撃って言ったら言われて、そう、ファイヤーあったら2回攻撃で突破されてる。そう、めちゃくちゃ話しさあ、どうする。もう何もなかったらそのまま負ける。また来るわ。おっと、まずい。それはまずい。パンチで、はい、これはほえグランドゼロもしかし、グランドゼロがうまっとらし。アルチュリー宣言強い。
ね、バルチェス。今のバルチェスは強かったわ。次のターンはネギアで頑張ろうかな。次のターンはもう負けたね。二回戦進出は解除。よし。じゃあ続いて二回戦二戦目いきましょう。